日本将棋連盟棋士の中村治です、この度は女流棋士発足50周年おめでとうございます。私も普段からイベントその他で女流棋士の皆様に本当にご協力いただいて感謝しております。本当にいろんな思い出がありますけれども、昔20代の頃、岩手の方に指導に行きまして、その時にたまたま新人の女流棋士2人と一緒だったんですね。その2人の指導ぶりを隣で見てまして、本当に感心したのが印象的だったですね。非常にこう丁寧で優しくて、それこそそこにいる将棋ファンの皆さんがね、もう本当にその2人のファンになっていくという様子が、手に取るように分かる感じだったです。今の、中倉ご姉妹なんですけれども、本当に女流棋士の皆様にはこれからもファンの皆様にとって憧れであり目標である形であってほしいと思っております。これからも女流棋士界の発展を祈っております。おめでとうございました。女流棋士の福間香奈です。本日女流棋士50周年という節目を迎えることができ、女流棋士として大変嬉しく思っております。私が女流棋士になった当初は50名ほどで4大タイトル棋戦でしたが、今ではその倍の100名を超え、そしてタイトル数は8大タイトル棋戦となりました。これもひとえに関係者の皆様、そしてファンの皆様、さらには先輩の女流棋士の皆様のおかげだと思っております。心より感謝申し上げます。ありがとうございます。これからも日本の伝統文化将棋が様々な方々の関心を持っていただけるよう、私自身も精進してまいりたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。女流棋士発足50周年おめでとうございます。最近は女流棋士の皆さんの対局も本当追い切れないぐらい増えていて、将棋ファンとしては本当嬉しい悲鳴を上げております。さらに同世代のね、女流棋士の皆さん嬉しいニュースたくさん聞いております。本当におめでとうございます。将棋連盟も100周年ということで、私もこれからもいろいろお手伝いできればいいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。改めておめでとうございました。女流棋士発足50周年おめでとうございます。サバンナ高橋です。私はですね、将棋フォーカスという NHK E テレの番組で、山口さんにいつも叱咤激励厳しい指導を受けておりまして、ダメよ高橋さん、もっと
元 MC なんだから声張らなくちゃっていう女流棋士会とはこんなに厳しいんだといつも思っておりますが、女流の皆さんにもですね番組そしてなんかイベントとかでもいろいろお世話になっておりますので今後もぜひよろしくお願いします。そしてますますの、ご発展をお祈りしております。ありがとうございます。皆様こんにちは、棋士の藤井聡太です。この度女流棋士誕生から50周年を迎えられましたこと誠におめでとうございます。またこれまでの女流棋界の発展を支えてこられた皆様の多大な努力に心より敬意を表します。私も中継アプリなどで女流棋士の対局をよく見るのですが、この内容的にも非常に面白い対局が多くて近年の女流棋界の著しいレベルの向上を実感しています。また戦型もバラエティに富んでいて、アマチュアの方にも参考になる多くの方が楽しめる将棋が支えていると思います。今後も女流棋界のますますの発展に期待しています。本日は誠におめでとうございます。